どうもみなさん、わこんばんにちは、ピクトです。こんにちは、ピクトです。というわけで、今回もね、16色の世界でサバイバルやっていこうかなと思います。ってことで、前回のね、コメントちょっと見させていただいたんですけども、鍵付きのチェストはどうやらね、こいつを倒しまくれば、鍵をね、落とすって言われてたんですけど、どうなんですかね。なんかね、何回か倒したんですけど、なかなかね、こいつね、落とさないんだよね、鍵。なんか10体ぐらい倒したはずなのに、全く出てこないというか、ちょっと待って、意外と量が多い。意外と量が多い剣。ちょっと待って。あ、ちなみにね、アイテムとかは一応ね、用意しておきました。はい、こんな感じでね、松明とか、剣とか、ツルハシは何個かね、作っておきました。で、あともう一個コメントで、どこだっけかな、ここか。ここのね、水の中が気になるっていうのがあったんですけど、水の中ね、ちょっと前回カットしちゃったんですけど、ここね、ダイヤモンドがね、1個埋まってたんですよ。はい。だからね、鉄をゲットしたら、ちょっと取り来ようかなと思います。ちょっと待って、めっちゃ湧いてるんだけど、めっちゃ湧いとらん、ちょっとこいつ。待って、なんでこんな湧いてんの？ちょっとこいつ何回か倒してみて、落ちなかったらドンマイということで、ちょっと次の島ね、繋げといたんで行こうかなと思います。はい。お、待って。じゃがいも落とすんだ、こいつ。あれ、ゾンビってさ、じゃがいも落とすっけ？多分そんな感じだよね。本当に。元はただのゾンビなんかね、やっぱり。全然落とさねえな。ちょっと待って。今、大群が見えた気がする。すごい物騒。あ、これか？なんか金のクワが鍵になってますよ、みたいなこと言われたんだけど。これ？ダメージ増加5。めっちゃ強くね、このクワ。クワの分際でめっちゃ強いの落とすんだけど、ちょっと待って、死にそう。地味に死にそう。助けて。結構倒してるけどさ、鍵っぽいものは全く落とさないけどさ、どうなんだろう、こいつ本当に落とすんかな？ちょっと待って、あと2体。あと2体だけ倒して、もしこれで鍵がなかったら、てか、なんかね、いろいろね、コメントあったんだよね。いや、本当にたくさんコメントありがたいんですけど、こいつが落とす説と、他の島にある説と、なんだっけか、なんか感圧板の上にアイテムを置いて、鍵をね、開けさせるみたいなのあったんですけど、まあ、感圧板に関しては、石の感圧板なんで、アイテムを置いてもね、作動しないので、まあ、多分それは違うと思うんですよね。で、こいつ落とす説が一番濃厚かなと思ったんですけど、まあ、なかなか落とさないから、まあ、多分この感じだと、他の島にある説が一番有力なんじゃないかなって思います。はい。全然落ちないしね、本当に。これ開く？本当に。びっくりした。びっくりした。これさ、壊せないのかな？ワンチャン。ワンチャン壊、壊しちゃった。まあ、いっか。おー、何？あ、中に台が1個入ってたってわけね。やべえ、普通に壊せちゃったんだけど。鍵の意味。で、なんかね、ダイヤの靴があったんで、ちょっとこれ履こうかなと思います。はい。で、この島には、染料が1個あったということで、ありがとうございます。で、葉っぱブロックがあるんで、これでね、移動もね、できるということで、この島はね、完全攻略いたしました。あ、待って。今なんかね、確認してるんですけど、金のクワじゃなくてね、多分、チェストの中に入ってたやつだと思うんですけど、エピック4ってやつがあって、ダメージ増加10で、虫特攻10、ノックバック1っていうね、なんか、めちゃくちゃ強いね、クワをゲットしました。はい。なかなか強くないこれ。しかも金のクワの方も結構強いしね、これなかなか。こんなの落ちてたんだね。気づかなかったわ、全然。ちょ、これ持ってくか、せっかくだし。ということで、次はね、どこに行こうかなって感じなんですけども、今回はですね、これ一番最初の島の正面にあった、この雪のね、島に行こうかなって思います。で、これね、ちょっとね、裏で繋げてたんですけど、これ雪ブロックかと思ったら、ですね、一番近くの島に、鉄ブロックが、キープインベントリーでよかった。なんと、一番近くの島に、鉄ブロックがね、大量にあるというね、もう事案です、これは完全に。完全に事案です、これは。これ多分石のつるはしで取れるよね、鉄ブロックって。はい、オッケー。だからもう、鉄不足とか言ってたけど、鉄ブロックがもうこの時点で2つ手に入ってるっていうね、多分他にもまだあるでしょ、この感じだと。てかもう鉄鉱石あるし。鉄鉱石あるんだけど、普通に。もう余裕かよ。余裕かよ、マジで。余裕ゲーすぎる、これは。まあ、そんなわけなんで、鉄つるはしを、まあ、作れるんで、これで作っちゃって、ダイヤモンドとかをね、回収していければなと思います。近場にね、チェストが、まあ、毎回のごとかあるんで、これをね、見ていこうかなと思います。で、鉄ブロックもあるんで、はい。うわ、やべえ！なにこれ？石のシャベル効率強化。あ、シャベルね。てか、普通に鉄インゴットもあるし。ありがとう。鉄インゴットもいっぱいあるわ。で、松の葉っぱがね、異常な量あるね、これ。はい。ワンスタックだね、ちょうど。なんか、大量にあるかなと思ったけど、まあ、全部集めてみると、ワンスタックみたいな感じで。で、ここにもね、鉄ブロックがあるということで、もう鉄パラダイス、もう今日は。今日はもう鉄パラダイス、オッケー。で、こっちが何、キモいんだけど。あの島めっちゃキモいんだけど、なんか超、発光してる多分ガーディアンだよね。ガーディアンってあんなでかかったっけ？エルダーガーディアンかな。あそこ行きたくな。
行きたくねえ、あそこ。あ、ここから繋がってるんだ。名前も見えるし。鉄ブロックがね、ここにあるんだよね。うわぁ、サイデンクリーパーが見えてる。怖い。まあ、とりあえず鉄回収しちゃって、どうするか。鉄の剣作っちゃうか、じゃあ。あ、てかあれか、鉄の剣作っちゃったけどさ、エピック炎が強えのか。バカじゃん、俺。え、俺バカじゃね。じゃあ早速この島攻略していこうや。サイデンクリーパーどんな感じでいるんだろう、これ怖いんだけど。ちょっとちょ、ここ壊しちゃって、ちょ、ノックバックがあるから、エピック砲。あーあー、いるいるいる。うわ、何これ、アイスクリーパー。待って、もう一体いる。え、アイスクリーパーの他にもう一体いるんだけど、なんか顔違うやつ。あいつが今回のなんか頭おかしい敵か。すごいな、2種類いるんだ今回は。ちょっと待って、アイスクリーパー怖すぎるんだけど。待って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 、落ち着け。オッケーオッケー。勝手に飛んでった。なんか、何こいつ。かわいい、めっちゃかわいいんだけどこいつ。何者なんだろう。あ、一発で死んだ、弱。あ、頭落としてくれた、ありがてえ。名前は頭。こいつ名前ないのかな。ナナシくんかな、こいつは。体力がね、めちゃくちゃ低い。オッケー。低くないのか、こいつが強いのか。このクワが無駄に強いだけか。ちょっと待って。結構難しくないか、これ。ちょ、タイデンクリーパー、一回爆発してもらうぜ、こいつで。はい。オッケー。で、これで爆発してもらって。お、待って、今、鉄インゴット落としたな。ありがてえ、この島、鉄ばっかじゃん。最初にここ来ればよかったんじゃないか説。待って、スポナー二つある。珍しいパターンやめてくれ。ちょっと。ここで、アイスクリーパー、危ねえ。びっくりした。びっくりした。で、中にもね、鉄ブロックがあるね。チェストがな、あった。あ、ここか。ここにチェストがある感じかな。あれ？なんかどうなってんのこれ。これは一体どういうことになっとるんざ？なっとるんざってなんで。あ、びっくりした、あ、びっくりした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 。驚く、マジで。驚きファンタジー。こっちがあの、よくわかんない人形、人形というか、兵隊のスポナーで、こっちがね、アイスクリーパーだね。ちょ、アイスクリーパーの方怖いからちょっと置いといて、こいつちょっと倒してみようぜ、なんか。倒したらなんかアイテム落とすかな、この人は。さあ、出てこいや。出てこいや、お前。男の中の男は。出てこいや。今の世代でわかる人いるんかな。まあ、とりあえず、ちょっと、はい。で、なんか落とせ。ついでにチェスト見るか。おー、なんかいっぱいあるね。お、染料1個見っけ。で、鉄のクワを見っけて、あとは、まあ、多くの歯がいつも通りいっぱい。やべやべ、ちまって。じゃあ、はい、やべ、やべやべ、やべやべやべ、ちょ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 うん、こいつはあれだね。ゾンビ肉と頭と、こいつがつけてる防具を落とすぐらいかな。多分そんな感じでしょう。まあ、いっかな、こいつはとりあえず封印です。はい、お疲れ様でした。で、多くの歯を手に入れて、あとはね、俊敏の矢がね、手に入るね。俊敏の矢、何これ？移動速度上昇、え？これ矢が当たったら移動速度上昇すんの？え、何この矢？僕知らないんだけど。1.8 ぐらいじゃないと僕知らないんで、ほんとに。これ自分に当てるのかな？よくわかんねえわ。そういう意味もあるんだね。で、まあ、あとこの島は普通にこの辺にある鉄を回収したら終わりっていう感じかな。はいはいはい。あ、よかったね。なんか最初からこの島来ればよかった。本当に。鉄不足一瞬で解消したわ。まあ、ダイヤモンドとかが隠されてるってわけじゃないけど、あー、また鉄あった。めっちゃ鉄ある。あ、落としちゃった。落としちゃったけど、まあ、家いっぱいあるし。え？羊が湧いてる。え、何これ？あれ？羊いたっけ？あれ、羊スポーンするの？この島もしかして。なんか、羊がいつの間にかいるんだけど。あれかな？あの、鶏の島みたいな感じでさ、ここは羊がいっぱいスポーンしますよ、みたいな。そういう感じかな？この島は。てか、雪の島もう一個あるんだね、あっち側に。あっちはなんか、鉱山というか、標高が高いわ、あっちは。よっしゃ、とりあえず頭飾るか。あー、てか、ジャングルのやつさ、頭手に入れてないんだけど、あいつ頭落としたっけ？え？落としてなくないか、あいつ。お、待って。落としたか、今。あ、来た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 。よかったー。落としてくれたわ。全然こいつさ、落とさねえから、マジで、ほんとに。で、さりげなくね、鉄インゴットもね、こいつ落としてくれるっていうね。あ、結構運が良かったね。よし、じゃあ、こいつも飾っちゃうか。ここに、はい、ということで。おー、いい感じに揃ってきてるね。オッケー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 。ということで、今回はね、これぐらいにしようかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画楽しんでくれたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイ。いや、クワ強いな、意外と。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくだぜ。説明欄にサブチャンネルや Twitter もあるので、そっちも登録してね。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。その色や。
絶対ここまで見てるやついねえよな。